近距離戦闘少なくね、ゴホ。え？意外と。いや、でもあの、アイアンが嫌だったから、サイドついただけで十分。そういう。ショテックグレネードは、ここ。持参クラブ。当たってはいるんだよな。そこ、ミントだね、全然。いや、マジかよ、ミント。おーおお。誰のガスか。近距離ピカイチやねにしてもこの武器。そうだよ本当に。使用感 SMG やもはや。ああ飛び込み方向ミスった。どこだっけ次。わからない。もう感じ。次のハードポイントを確定。ああ室内か。えマジか。ハードポイントが移動した。確保するハードポイントは危険だ。エリアを確保しろ。とつれとつれ。やった。もう一人いるやん。まだ。マガジンを変える。無理やって。いやこれ急に伏せられたら当てれないな。このディコイルじゃん。そういう。そういう武器。トルフィー死した。トロフィーがトロフィーに壊された最悪。どこ次こっか。ああドームか。出たドーム激アツポジ。激アツポジ。まあさすがにこすってたらバレるわ、ね、これ伏せたら割と安定するな、うんまあ、どんな武器もそうだけど、うん、あいつずっとここでやられる絶対殺され無理だなあれは無理だ過激砲を見舞いしてやったぜ。これ次行ってんじゃねえか。絶対行ってる。行かないわけがない。いない。あ、いたし。やばいやばいやばい、打ちまきる。下手くそー。ハードポイントに。危なかった。ハードポイントは危険だ。え、いやもうそんこい。伏せれんの、知らんかった。パクロ。フラクノワールがいるぞ。え、SA。これは。ああ、室内から来てる。
もうなんか全然ない。よっしゃ、敵の手やっぱけ取った。おいちーけど、ボムドローン。まあいいじゃん、ないよりか。ビトルゲット乗ってきたわ。え、何出されてんじゃん、出されてんじゃん。俺を押してやるから。まず早急に死にたい。俺を殺してくれ。なんで死んでない。なんで死にたい時に限ってなんかいろいろ勝っちゃうの。なぜって言われてた。あ、落とした落とした、出せるよ。オッケーオッケーオッケー。ちょっとまだいいの。次のポジ取ったぜ、すごい。あ、取られたぜ。あれ、てか俺の針はもう落ちた。落ちたね。敵も意識高いな。意識高すぎ、高すぎ君か。高すぎ君。なんかバグってね。え、いや敵が敵。せっかくだからボムドローン使うか。味方のボムドローンが稼働。ああ切れそう。ピンポイントでポイントを取っちゃう。次どこだっけ。次のハードポイントを確認する。これマズルつけれたら化けるだろうな、ハマス。うん、だいぶ香りよ。見えそうなんだけど。今ですらだいぶ良くなった。全然違うよね。全然違う。あ、そう、さっきそこのね、下ね、敵が、なんか激圧ポジにいたから、早速、試したい。激圧ポジです。あ、試したいのに。え、そうが。激圧ポジね。いた。あ、くそ、敵はすでに激圧ポジにいる。ちょっとスコアやばくね。ほら、でもあんまいけねえんだよな。完全にブロックされてる。地雷も開いてある。まあ次取ろう。はい、確かここでしょ。確かここ、ね、いや俺室内押さえてる。常にいなそうか。じゃあドーム側から来るかな。マジか。もう味方のスモーク邪魔くさい。
配置した。ちょっとまずい。ちょっとまずい。間一発。ちょまずいな。ずっと軽装してるな。これ取んないとまずいよ。まずい。マジか。やべやべやべ、バフの。攻撃砲。攻撃砲。砲、迫撃砲。あ、そこにもいいんだ。あと4ポイント。これ次確か室内だから俺室内もう行ってるね。オッケー。まだ負けないから室内だけ取りたい。敵いるね。室内行くわ。じゃあ俺も二人で室内の入り口押さえちまえば勝ちやろ。あーもう入られてる。死ぬ気で守った。ミッション完了だ。よくやった。しびれてる仲間がいる。うん、オッケー。お前かい。このセムテックスいい仕事したわ。いや、これマズルつけたら楽しみだな。ちなみに俺はサイトがついてる。やめついてる。外すのを忘れた。でもな、いやマズルがついて精度が上がったハマスなら多分できん。ハードポイント。えトラザー各位、ターゲット入りを確保せよ。ハードポイントを特定、確保しろ。あれ、なんで俺これサイド使いんだろ。あ、ライトつけてるからだ。え、神だの俺。さっきの仲間どこ行った。そうだ、このゲームでライトアタッチメントつけるとアイアンサイトが使えるんだって。え、そうなの。そう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 。マガジンを交換する。それワザップよね。ワザップ。わざわざ使いたいかって話。そうまでして。レーザーいらねえだろ。いる。あんな理的レーザー。ああ、ショットガン。マガジンが40発になっても俺は心配だから、リロードしちゃうんだ。マガジンを耐える反応オンライン。耐えてる。次のハードポイント。オッケー。マガジンを交換する。確保しろ。え、あれ？いつになったら、いつになったらまともに撃てるんだ。なんだアイアンサイト使えんの俺。結局うまく使えてんの。なんかライトついて、本当についてる。いいことじゃん。知らん。え、これさ、俺の視点ライト出てる、これ。出てる出てる出てる、眩しい。眩しいけど、なんかおかしいな。自然な感じの光源ではない。まあ、ライトアタッチメントついてんだね。すごく不自然な光源に。そんな無理。あのね、前方3メートルぐらい、それ照らしてる。でもレーザーよりはバリないでしょ、これ。いや、どうだろう。ちょっと怪しいところではある。本当に？
レーザー射線もろバレだけど、これロング狙ってもバレないから。マガジンを交換する。そうなの？さりもいいでしょ。怪しいところでは、ああ戻ってくんのか。来ないでほしかった。お、当たる。あそっちの V トールゲッツ。あ、ちょ奥に出すのちょっと早くね。あ、早かったかも。まあいいや、じゃあもう次に。あ、でもちゃんと次こうだけどいないじゃん。サブとりあえずこっち呼ぶか。あ、迫撃砲呼んどこ。贅沢セットかよ。欲張りセットか。やべやべやべ、何しとる。トロフィー投げようとしたって今。危ない、俺の迫撃砲で死ぬ俺が。欲張りセットした割には全然 V トール働かんの、なんで？敵いないとこに欲張りセットしたからよ。お、なんだなんだ。出た、無線からの謎の女性の声。それスキンだよ、絶対。絶対スキン。こんな気色悪いスキンがあんの。やだ。気色悪いでくさ。あ、てかスコア見て、これ完全試合ワンチャン。よく見たら本当じゃん。味方のヘリガンダーが急接近。じゃあ敵3人だ、いつの間にか。あ、じゃあ2人。まあ、あそう。終わった。トロフィーシステムを展開。味方の UAV が展開を始めた。ハードポイントが移動する。これが完全試合だったか。ちょっとせっかくいいカスタムにしたのにさ、全然敵と戦えないじゃんこれじゃ。クソマップだから。神マップだから。スコアボードおかしいだろ。おかしい。